メキシコシティの民芸博物館で展示販売されるウィピル・ウィピルを縫うアムス五族の婦人ウィピルとはメソアメリカの先住民族の民族衣装の一種で基本的には長方形の織物を2から三枚縫い合わせて作られた抜き頭衣であるウィピルとも表記されるユカタン半島ではイピルと呼ばれる主に女性用であり子供から大人まで年齢に関係なく 身につけられる。語源は、ナワトル語のウィーピーリである。アステカ人の女性は上半身に、ウィーピーリ、下半身に、クエイトルを身につけた。竹は上半身のみを覆うブラウス状の短いものから、くるぶし竹のワンピース状の長いものまで様々である。ウィピルの竹が長い場合でも、その下にスカートを着用することが多い。竹の短いウィーピルの裾は、 グアテマラのマヤ人のように薪スカートの中に託し入れて、上から帯で締める場合とオアハカ州、テワンテペク地方のサポテコ族のように裾を出す場合がある。ウィッピルの横幅によっては、半袖のように上腕を部分的に覆うものから、肘から下まで覆うものもある。脇は腕を通す穴を残して縫い閉じるものが多いが、取り消族のウィッピルのように脇を縫わずに開けたままにしたものもある。 古来のように古式で織った布を2から3枚縫い合わせて、ウィッピルを作る地域と、高畑で織った幅の広い布を使用する地域がある。多くの地方では、マンタという平織りの白木綿を用いるが、蛇木綿や黒ベルベット、レイヨン、絹、レース生地などが用いられることもある。もちろん商品として生産され、自治体の外部に流通する、ウィッピルはこの限りではなく、様々な色彩の布を用いた。 ウィッピルが作られている。気候の冷涼な高地では毛糸を織り込んで保温性を高めたものもある。羽毛を織り込んだり、レース、フリル、リボンなどで装飾を施す場合もある。オアハカ州テワンテペクのウィッピルウィッピルの文様や形状は自治体によって異なり、同じ民族であってもしばしば村ごとに異なる。メキシコのオアハカ州のテワンテペク地境に住む海岸部、 サポテコ族のウィンピルは黒いベルベットなどにチェーンステッチや大きな花模様を原色で刺繍してレースなどで装飾したものでマニラガレオン貿易でもたらされた中国やフィリピンの花模様の刺繍に影響を受けて発達した一方で同じアハカのサポテコ族でもイダルゴやララッグなどに住む産地サポテコ族の既婚女性は白無面を剥ぎ合わせた継ぎ目と裾の縁にのみ刺繍し 胸と背に色糸の房を飾ったシンプルなものを、未婚女性はそれに、縦の花模様の刺繍を、正面中央、両脇、背面中央に加えたものを用いる。また、オアハカ周辺のバジェスセントラレス地方のサポテコ、属女性は、ウィッピルではなく、胸元に、細かな花模様を刺繍したブラウスを着用する。 シナンテコ族やクイカテコ族の縫い鳥り折りのウィッピルは、平折りと絡み折りを併用した白もめに赤を基調にしたひし形などの幾何学模様と鳥などを密に織り出している。呪術の習慣で知られる、ミシュテ家族の太陽、花、サソリクモなどの刺繍も有名である。グアテマラのマイア人のウィッピルは、肩から胸、背にかけて密に刺繍を施したものが多い。 マヤ文明では、それぞれの色に意味があり、赤や緑などは特に重視される色である。伝統的には、赤はコチニールによって染色していた。ちなみに、折り上げた布を染色するのではなく、染色した糸を折り込んだり刺繍を施すことによって、配色を行っている。オアハカ州海岸地方のミシテ家族や、漁業民の安倍族などの間では、 白木綿にひめそられ死骸の貝紫で染めた紫の糸で刺繍を施したウィッピルが着用されてきた。現代のウィッピルは先住民の民族衣装であり、普段気を呼び晴れの衣服として着用されるが、先住民の女性の収入源として都市部の住民や観光客向けにも生産されている。二十世紀前半のメキシコの画家フリーダ・カーロが好んで、着たことでも有名で、カーロは、 イスモデテワンティペック地方のウィッピルとスカートを特に愛し、ウィッピルを身につけた自画像や肖像写真を多く残している。制度的革命党の政治家、ベアトリス・パレデス・ランヘルは公務の際にメキシコの様々な地方のウィッピルを着用している。ありがとうございます。